どうも、ボビーアトレーザーのボビーです。久しぶりです。ね、画面はですね、YouTube になってると思うんですけども、ね、まあ、多めに見てやってください。ご無沙汰します。ね、もうすっかり、ゴールデンウィークですかね、昨日からね、ちょっと待ってくださいね、あの画面がちょっと歪んでるような気がする。また直そうか、後でね。まあ、あのちょっとこう今、ね、さっきまでですね、まあ、ブログを書いてて、で、まあ、YouTube のね、YouTube ライブをですね、ちょっと始めみたいなと思いまして、まあ、もう200回を機にですね、もうちょうどあれですよ、あの Facebook の、 この個人ページの方からこう始めてですね、配信をこういうね、こういうことをやり始めて、かれこれ、約1年ぐらいですよ。この緊急、また緊急事態宣言とかなってしまうからね。まあ、ほんで、それでまあ YouTube の方もね、いつもアーカイブの方に載せてるんですけども、YouTube で、配信し、ライブ配信をして、でまあ、そのアーカイブができるとか、まあ、リンクを Facebook に貼っていこうかなとか、ちょっといろいろ僕の中でですね、いろいろちょっと、ね、あのできることを試してみたいなと思って、で、まあ、内容は一緒なんやけどね、ここでこの大阪のアトリエでですね喋っていう感じなんですけども、うん、で今これも多分流れてるかとは思います。こっちは今 Facebook の方で、 YouTube で書いてあるけど Facebook の方で流れてると思うんですけどね。ね、まああの、まあこんな感じで、今まああの、ちょっとこうね、OBS というこのソフトをですね立ち上げて、まあいろいろ設定を、まあもう約1ヶ月前に、3月の末にですね、いろいろ画面とか設定したりとかして、やろうかなという準備はしてたんですよ。準備&まあいろいろ日々の制作っていうかね、あのレザーのもあったんで、そっち、まあそっちのウェイトの方が最近はちょっと多かったので、でまああのあとまあたまにクラブハウスとか、あと、まあ、あれからですね、インスタの方もですね、インスタグラムもですね、ちょっと配信もやってみたいなと思ったり、まあいろいろこうちょっとこうこのね、Facebook ライブっていうのを皮切りにですね、なんかこういろいろとや、あのできることをやってみたいなというあれに駆られましてですね、でまあちょっとこう配信というのもね、幅を広げていきたいくなったんですね。でまあまあ先ほどこうなんていうんですか、9月から、このね Facebook ページ、ボビーアトレーザーの Facebook ページからですね、配信はですね、始めたんですけども、そこからもう約200日以上ね、こういう配信を、まあ、ほぼ毎日のように続けさせてもらって、それで、まあ、これでアーカイブに載せたりしてたんですけども、で、まあね、YouTube の世界はどんな感じかなと思って、うん、まあ、いろいろこうやってるうちに、あのこうなんですか、この使い方とかも機材も増えてきたりとかしてね、慣れてきて、まあ、あとはもう大事なのは、大事なのはあれですよ、コンテンツですけどね何でもそうですけどね、中身ですよねだからあの本当は、まあ、これもやりながら、ね、こういうふうな経験を重ねながらですね、一日一日積み重ねながら、ね、いろんなことが、アイデアが湧いたりとか、ね、コミュニケーションが取れたりとかすると思うんですね。まあ、今はもうほぼステイホームやと思いますんでね、まあまあ、今日も ね、ちょっと、まあ、もう月末なんでね、ちょっと、近くまで行ったんですけども、ね、閉まってますしね、あのなんかあの建物は空いてるけど、あのテナントさんが店舗は休業要請ですかね、まあ、そういう感じでちょっとこういびつな感じもしますしね、なんかこうもやもやっとした感じが続きますけどもね、やっぱりこれからはやっぱこういうオンラインっていうのですかね、で、今ね、まあ、もともとボビーアトレーサーも実店舗よりも口コミとね、ネット検索得してもらって見つけてもらう、知ってもらうっていう形がね、なんやかんやで続いてるんでね、まあまあそんな感じで、
なんですか、もろアナログな感じなんですけどね。でまあどんな感じでやれば一番なんかこう座りがいいっていうか、うん、そんな感じでね、今あこうやってるんですけどね、この合間に今、これもね一つね分かったことっていうか経験なんで、こういう感じで、何ですか、ね、YouTube ページっていうか、あの、ね、こういうの設定詳しい人がおったらなんかあの連絡くれたらものすごく助かるんやけどね全部自分で自力で調べて、やっとんでね、もうあのなかなか時間かかりますけどもね、まあだけどまあ、ね、逆に、ね、こういうふうなことが、ね、経験がですね、ね、僕みたいななんかこうものづくりはするんやけど何ですか、なんか配信してみたいなとか、あ、そういう方にはね、あの僕もこうアドバイスの一つでも、ね、この経験があるからできるかもしれませんしね、そんな感じで、ね、急に、Go ライブをしましたけどもね、まあ、そんな感じで、まあ、今はもうなんかまあ割とこうもう古巣になってるっていうかね、この Facebook ライブの方が勝手が分かるっていうかね、もう、それで、まあ、やってることは多分そんな変わらへんと思うんですよ、うん、あのなんていうんですか、あのこう設定のこととか、なんかそのね、いろんなものがちょっとで、ね、変わるからね、うん、いやほんまにね、僕はもうどっちかだったら自分からこう発信するっていうのはこれぐらいなんで、まあ、ほぼほぼブログですよとか、うん、あとまあインスタで写真を、ね、投稿させてもらったりとか、あ、最近ではですね、個人Facebook じゃねえや、あれですよ、ね、インスタの、ボビーアートレーザーのページともう一つね、個人ページとかもうほぼほぼし、ね、趣味の話ってここ金曜日やってたでしょ、その金曜日の趣味の話みたいなのばっかり集めたような個人ページね、パーソナルなページの方でね、ちょっと、ちょこちょこっと配信をしてみたりとか、うん、いろいろあれですよ、こういう iPhone にですね、こういう、ちょっと待って、これ iPhone にこんなんつけて、でまあまあ、画面は、まあ、まあ縦なんでね、こうやってね、まあマイクスタンドじゃなくてカメラ、三脚ね三脚にこう置いて、今のこの配信してるこのマイクの機材をこれに挿してねやりながら、まあそういうふうなことをねテストしてみたりとか、やってるんですね。まあだけどこのインスタライブも、このパソコンからですね、このせっかくやったらこの一眼レフでね、まあ、縦になるけどね、なんかできるような感じのこともなんか調べたらあったみたいなんで、まあ、ほとんど英語なんでね、僕英語そんなに堪能でもないし、読めるわけでもないしね、うん、だからちょっと理解に時間はかかってますけどね、うん、もうほぼほぼなんか手先使ってね、制作してる時間のが多いですしね、うん、まあ、だけどまあこれも面白い僕の経験かな、なんかに話の幅にね広がるかなと思いますしね、そんな感じで、まあ今日は久しぶりにですね、顔を出してみました、Facebook ページの方でね、そんな感じで、まあ明日はですね、もう西向く侍やから、今日までですかね、4月はね、明日から5月1日ですよね。で今日もさっきもブログ書きながら思ったんですけども、あれですよ、もうこのね大阪の下新庄のボビーアートレーザーのこのアトリエで、こういうふうに制作ね、動き始めてですね、7年が経ちましたね。明日から8年目に突入しますね。本当にいろんなことがありましたね、本当、うん、いろんな方とも出会ったし、再会もあったりね、こんなところにわざわざあんな人がある感じのこともありますしね、もう本当沖縄からとか、北は北海道ですよ、南は沖縄からね、この大阪にね、なんか、大阪にね、関西に来る時にこう引っ掛けてもらってね、こう予定を組んでもらって、
それも突然ピンポンと来られる時もありますけどね。その時はですね、別に不愛想ではないけど、心構えがちゃうから、はいとかで、ね、出るんやけど、まあ、そんなことがあってね、本当にいろんなことありましたね。だけどまあね、もう去年ちょうど1年前ぐらいからは半分、このね、場所がスタジオっていう感じのになってましてね、まあそんな感じでまあこういう感じでね、ゲリラ的になる時もまあありますけども、まあ前もってそのなんかこう発信したいなっていうことは時はですね、また予告っていうか、お知らせをね、させてもらいますし、まあこう、まあ、毎日配信っていうのはちょっとね、まあ、いろんなことを今試す時期やったんで、この4月は特にね、だから4月はちょっとね、この Facebook ライブ配信は滞ってましたけどもね、水面下でですね、わちゃ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 やってましたんでね、元気でやってますね。またね、いつかこのご覧の方ですね、ね、また元気な様子をですね、アーカイブでも結構ですんでね、またなんか書き込んでいただければ幸いです。それでは素敵な、ね、価値あるゴールデンウィークをお過ごしください。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。